ロベルト、久しぶりじゃないか。君もアメリカに来ていたなんてな。お久しぶりです、バルバス監督。今日の試合、楽しみにしていますよ。日系人の君には悪いが、今日の試合も間違いなく勝たせてもらうよ。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけがないといったところですか。まあな。しかし日本を、大空翼を甘く見ない方がいいですよ。大空翼、日本の10番か。ええ、彼は私の教え子で、何より逆境に強い男です。そして翼もディアスと同じくサッカーの天才です。もし日本が負けるとしても楽な試合展開にはならないですよ。ロベルト。じゃあ私はスタンドで見させてもらいます。ああ、それじゃ。監督、今のは誰です？ロベルト本郷、元ブラジル代表の選手で私の友人さ。彼は日系人でね、今日の試合、彼の教え子である日本の10番に注意するようにと忠告されたよ。日本の10番。ああ、あの南米スタイルはそれでだったのか。おっと、そろそろスタジアムに入らないとな。行こう。よし、みんな聞け。今日から決勝トーナメントに入る。相手も予選以上に気合を入れて試合に臨んでくるだろう。だがそれは我々ももちろん同じだ。挑戦者としての気迫を忘れるな。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは、一言で言えばファンディアスのチームだ。彼が中盤を支配し、味方にパスを配しながら自ら攻め上がり得点を重ねていく。他の選手は皆ディアスのために動いていると言ってもいい。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、もちろんそれは簡単じゃない。特に彼のドリブルやアクロバティックなプレイは脅威だ。たとえ複数の選手をマークにつけても突破されてしまうかもしれない。それほどのレベルにある。ディアスはチームの絶対エースだから、こちらもエースを持って対抗する。翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じられ、アルゼンチンの力も大きく減少する。この試合託したぞ翼。はい。美咲、翼のフォローは君だ。頼むぞ。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれたノートをもとに、南米式のサッカーの技術や哲学を身につけてきた。今日の相手ファンディアス、南米ナンバーワンとも言われているミッドフィルダー。俺のサッカーは本物の南米のミッドフィルダーに通用するんだろうか。みんな、決勝トーナメントが始まる今日からが我々の大会の本番だ。相手の日本は予選でイタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている。今一番勢いに乗っているチームかもしれん。だが恐れることはない。ディアスが中盤を抑え、皆がそれをフォローする。いつも通りの戦いをすれば問題ない。予選リーグ最終戦、我々が宿敵ブラジルと引き分け、得失点差でリーグ2位となったのは、こちらのトーナメントの山に来てより確実に決勝に進むためだ。だからこそ必ず決勝まで勝ち上がり、今度こそブラジルを倒し世界一を勝ち取るぞ。はい。ディアス、調子はどうだ？前の一試合休ませてもらったからな。もちろん絶好調さ。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。今日は初っ端から飛ばしていくぜ。今日も頼むぞディアス。
任せとけって。貧しかった俺たちがストリートで鍛えたコンビプレイ、日本の奴らに見せてやろうぜ。ああ、俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。ジュニアユースワールドチャレンジ、いよいよ決勝トーナメントの戦いが始まります。その初戦は日本対アルゼンチン。アルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグで大活躍だったアルゼンチンの至宝ファン・ディアス君。技術と速さを兼ね備えたドリブルや体操選手をもしのぐアクロバット能力から繰り出される才能あふれるプレーは他の追随を許しません。今日の試合、日本が勝利するには10年に1人の逸材と言われるディアス君をどう抑えるかがポイントになるでしょう。その役目を担うのはやはりこの人、日本の生んだ天才、大空翼君でしょうか。サッカーの天才対天才、そして同じミッドフィルダーでチームのキャプテンでもある2人の激突が間もなく見られます。へい、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、楽しみにしてるぜ。ロベルト本郷、ロベルトを知っているのか、君はロベルトを。ああ、うちのバルバス監督はロベルト本郷と友人なんだ。今日も試合前二人で話してたぜ。今日も。ああ、スタンドでこの試合を見てるってよ。この試合を。ほれ、もう試合が始まるぜ。どうしたの翼くん。ロベルトがこのスタンドのどこかにいるらしいんだ。え、試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、10番。チャンスを作れるか。かわして振り切った。それ妖精のようになった。後方ファイヤーショットが効いているんだ。横取り鋭く反応、カウンターは止められない。先制、まだまだ決める。パスカル君、ロングボールを送る。そら、このパスをトラップ。ヒューガ君、激しいタックル。思ったよりやるな。お箱のヒールリフトだ。行くぞ翼君、コンソンのシュートだ。このスピードにジャンプで反応。ガルトーニ君、ゴールを割らせません。絶妙なインターセプト。ミスギ君、これぞ貴公子のプレーだ。センターラインを越えて攻め込む。それセンベロ君、ボールを奪うことができません。このチャンスを待って。三杉君、後ろに下がった反応を行って、そして豪快なボレーシュートだ。あー、弾きます。このクロスは通るか。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。ヒューガ君、ここだ。ボールを蹴り出した。止めた。パント
ットキック、どこまで運べるか。ディアス水木くん激しいタックル、体を反転させかわした。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。体を反転させかわした。センベロくん、ボールを狙うと届かない。カズオさん横にかわして突破。ジェイテスくん、ここで奪った。カズオくん、ここは抜かせません。カズオくん、クロスを上げた。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。この対戦をものにした。ガルトーニくん、これはキャッチできない。パスを受けた。ソラ、これ素早く横にかわす。妖精のように奪った。これが妖精のプレーだ。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。それ パントキックで大きく蹴り出した。パスカル君、センターラインを越えて攻め込む。クリーンシュートだ。これを取れた。許さん、さすが天才キーパー若林君。それ俺は負けるわけにはいかない。スプリットで抜いた。これを見ろ、力を上げて強烈なシュート。なんとこれを止めた。パントキックで大きく蹴り出した。奪い返した。よし、三杉君、体を反転させかわした。これぞキックミスのプレーだ。ディアス君、ボールを狙うも、このチャンスを待って。三杉君、まさにフィールドの、その通り、もらった。空中でボレーシュート。ガルトーニ君、これはキャッチできない。それはディアス、ここは負けた。あら、これ素早く横にかわす。連続突破で見せます。目にも止まらぬ強さのシュート、確実だ。横取りで鋭く反応。これで攻めに決まった。すごい、すごい。勝利はいただく。それ長いパスが通った。俺が世界一、俺が天才ファンティアスだ。三杉くん、これぞ貴公子のプレーだ。蝶のように、かわして振り切った。これが僕のとっておきだ。三杉くん、まさにフィールドの貴公子。華麗に舞い、空中でボレーシュート。このシュートを、体が動くうちはやってみせるさ。それ翼くん、ここは抜かせません。得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。さあ、前半アディショナルタイム突入。勝ったら、いい流れで前半を終えたいところ。ディアス君、ボールを反応ができない。ここでデッキが出ている。これは反応しているぞ。ガルトーニ君、ボールはまだ生きている。ジェイテス君、このボールを拾います。体ごとぶつかっていった。これが妖精のプレーだ。妖精のように待った。アルゼンチン、早くこの窮地を出したいところ。はっ、もらった。ディアス、疲れたか。さすがにちょっと飛ばしすぎたぜ。このままだと最後まで持ちそうにないから、後半はいつも通りのペースで行くか。ああ、まだ俺たちには準決勝と決勝もあるんだ。ペースは考えていこうぜ。そうだな。前半はよくやった。いい試合展開だぞ。後半も油断なく集中して臨むんだ。はい。
翼くん、ディアスとすごくいい勝負をしてるじゃない。なんとかね。でも全然油断ならないよ。大丈夫、後ろには僕たちがいる。翼くんは思いっきりプレーしてよ。うん、頼んだよ。翼くん、後半もディアスを徹底マークして、このリズムを変えないように行こう。うん、君もディアスに負けないサッカーの天才なんだ。自信を持って行こう。頼むぞ。水木くん、アメリカに来てからこれまで本当に戦いがいのある相手ばかりだ。そして彼らを倒していってこそ世界一のサッカー選手への道が開けるんだ。さあ行こう、みんな。後半もやるぞ。おう。何をやっとる。みんなディアスに頼りすぎだ。お前たちはアルゼンチンの代表選手だぞ。ディアス一人に頼るな。もっと自分のプレーに自信を持て。はい。みんなのせいじゃありませんよ、ディアス。フィールドでの責任は全て俺にある。そのために俺はこのキャプテンマークをつけているんですからね、ディアス。それと試合前のあのロベルト本郷の忠告が当たったってことですね。戦ってみて分かった、あの中盤まだまだ底知れない力を持っている気がする。ディアス、すまんな。アルゼンチンゴールデンコンビなんて言いながら、俺はお前のトップスピードのプレーにはついていけないんだ。気にするな、パスカル。仕方ないさ。だって俺は10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才だからな。俺のスピード技についてくるあの10番の方が不思議なんだ、ディアス。でも大丈夫だよ、みんな。そんなに真剣な顔するなよ。この天才ファン・ディアス様がいる限りアルゼンチンは負けないって。もっと楽しく陽気に行こうぜ、ディアス。良くも悪くもこのチームはディアスのワンマンチーム。彼のノリ一つで状況はガラリと変わる。後半も頼むぞ、ディアス。ハーフタイムを終え、両チームの選手がピッチに散っていきます。日本でのライバルたちは今仲間となった。そして世界のまだ見ぬ強敵を求めてアメリカにやってきた俺たち。その最強の敵の一人、アルゼンチンの天才ファン・ディアス。行くぞ、ディアス。俺は負けない。君との対決を制し、この試合をものにするために俺は完成したあのシュートを使う。日本の中盤、前半の戦いで少し分かったぜ。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なのかもしれないってな。しかし天才と呼ばれる男は俺一人で十分だ。世界ナンバーワンプレイヤーの称号はこのファン・ディアス様がいただく。お前との対決を制してこの試合に勝つために見せてやるぜ、俺の新しい必殺シュートをな。後半も勝負だ、ディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。それ逆サイドにボールを振る。松山くん、あらわしのようなドリブル。痛ましい突破だ。ディアスくん、ボールを奪うことができません。あらわしのようなドリブル。いけ、ワイルドイーグルショットだ。ボールに力を込め、あらわしが飛ぶ。ガルトーニくん、ボールはまだ生きている。ヒューガくん、ここでボールを受けろ。そこセンタリングに合わせる。それこのシュートに反応している。ここを切り抜けた。センベロ君、ボールを奪うことができません。これは届くか。かわして振り
世界で戦うには力不足だった俺のドライブシュートけれど、みんなに力をもらって俺は生まれ変わらせた。行くぞアルゼンチン、これが俺の新しいドライブシュートだ。すごいシュートだ翼くん。今までのドライブシュートとは違う。なんという勢い、なんという落差。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスがアルゼンチンゴールを食い破った。やったね翼くん。やっぱお前はすげえぜこっちくしょう。ありがとうみんな。やったな翼。ヒューガ君のおかげだよ。あのブラックボールで俺はこのシュートのヒントをつかめたんだ。俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていた。けれどそのフォームと俺のキック力を 100% 発揮できるフォームは違っていたんだ。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。うん、だから 100% のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになれば、今まで以上のドライブシュートになる。それが今のシュートさ。何を言ってるんだ。美咲くんや石崎くん、そして君の言葉がなければ俺は自分を見失ったままこのシュートを完成させることはできなかったよ。さあみんな、残り時間も全力で戦うぞ。ダイレクトでパス。よし、松山くん、現しのような勇ましい突破だ。もらったぞ。秋山くん、現しのようなドリブル。センベロくん、ボールを渾身のワイルドイーグル。ここからシュートだ。ボールに力を込め現しが飛び立った。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。敵陣へ攻め込みます。スリーシュートだ。これはどうだ。倒産。さすが天才キーパーバカ林くん。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。よし、かわして振り切った。これが4個のプレーだ。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すのか。ガブーか。横に飛んだ。ゴールを守った。やった。ルトリ君、素早く横に飛ぶ。タックルも決めた。もらったぞ。横をすり抜けた。センベロ君、ボールを奪うことができません。翼さん、ルトリ君、ボールを奪った。翼君、激しいタックル。ここのヒールリフトだ。ここから一気に攻め込みたいところ。タッチスライムを全て抜き取る。正面でこのシュートを迎え撃つ。翼くん、激しいタックル。シュートまで持ち込めるか。横をすり抜けた。渾身の力を込めたファイヤーショット。ガルコールくん、横に飛んだ。ゴール隅に決まった。まさにスーパーこれだ。ドロッと奪い返した。かわして振り切った。連続突破で見せます。素早く横にかわす。もらったぞ。横にかわして突破。ガ
ダルバックボールにも届かない。パントキック、どこまで運べるか。ディアス君、このボールをコントロール。ドリブルでボールを運ぶ。ツインシュートだ。これは乗せるぞ。あっと、これを弾いた。パスを受けた。天才の俺の得意技だ。見えた。これは反応しているぞ。これがネットに突き刺さる。この距離からアルゼンチンのみんな。おっと、フェイントだ。おっと、フェイント。絶対に勝つ。敵陣へ攻め込みます。これ素早く横にかわす。妖精のように切った。これが妖精のプレーだ。連続突破で見せます。さあゴール前です。後方ファイヤーキックが火を吹いた。これは正面から抑えに行く。ガルトーニ君、ボールはまだ生きている。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。そこ、キーパー反応できない。必殺のファイヤーキックが見えた。これだ。アルス君、パスを回す。翼さん、パスを出します。カズオ、翼君、パスを回す。行け。ディアス君、全日本この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。進出だ。この勢いで優勝まで突っ走るぜ。勝ったぞ翼。僕たちは勝ったんだ。喜びの日本イレブン、全員がキャプテン翼くんのところへ。みんな、そうだ、みんなが力を合わせれば俺たちのサッカー J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。やったぞみんな。負けた、この俺が。ディアス、負けちまったな。みんな、世界ナンバーワンになる男、ファンディアス、その伝説の始まり第一章から早くも傷をつけられちまったぜ。その傷をつけた男、全日本の10番。へい、10番ディアス。名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か。うん。その名前一生忘れないぜ。お前のドリブル、もしかするとディアスの次、世界で2番目くらいにうまいかもな。その才能大事にしろよ。それじゃあ頑張れよ翼。準決勝も決勝も。うん、またね。今日は俺の負けだけれど、いつか必ずこの借りは返す。覚えておけよ翼。翼、
お前は本当に成長したんだな。キャプテンとして、ゲームメーカーとして、チームを引っ張り、個性の強い味方を率いながら、みんなのいいところをうまく引き出している。俺は、お前とのあの別れのノートに、ミッドフィルダーになれと書いた。そしてお前はそれを忠実に実行し、俺の予想をはるかに上回る素晴らしいミッドフィルダーに成長したんだ。それに今日見せたあのドライブシュート、あれは俺が教えようとしたシュートを超えている。翼の想像力が生んだ翼のドライブシュートだ。俺がいなくても翼、お前は。ロベルトさん。片桐さん。今日の試合は勝ったけど、まだまだ完璧じゃない。これで満足していたら世界一の選手にはなれない。ロベルトにもきっとそう言われたはずだ。このスタジアムのどこかで見ていた。ロベルトにも。翼くん。美咲くん。ロベルトのことだけど、本当にこのスタジアムにいるの？うん。リアスが試合前に会ったって言ってたから、きっといると思う。それなら片桐さんに聞いてみたらどうかな。片桐さんは代表のことでアメリカのサッカー関係者といろいろと話をしているみたいだし、もしかするとロベルトのことを聞いているかもしれないよ。そうか、ありがとう美咲くん。夜は必ず宿舎にいるはずだから、その時に聞いてみよう。うん。なあなあ、この試合どっちが勝つと思う？なんだよ、当たり前の予想じゃんか。つまんねえな。仕方ないよ、この大会のフランスは圧倒的だからね。フランスは全試合で4得点以上で失点はゼロか。確かにすげえな。フランスはどちらかといえば守備が弱点で、ピエールが守備に回ることもあったくらいなんだけどね。その守備がジャンの加入で安定したから安心して攻めることができてるんだね。うん、ジャンのおかげで守備の負担から解放されたピエールがその才能を全力で攻撃に振り向けている。これは手強いなんてものじゃないぞ。前半15分、ここまでフランスがナポレオン君のゴールで1点リード、優位に試合を進めています。早く追いつきたいウルグアイ、ボールをエースのビクトリーノ君に集める。さあ、そのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の黒豹の異名通り、素晴らしいスピードでフランス陣内に攻め上がる。1点くらいすぐに追いついてやるぜ。あっと、そのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何？この俺のスピードと互角だと？互角などであるものか。消えた。こっちだ。何？あと、ジャン君、ビクトリーノ君からボールを奪った。あいつ、トップスピードのままビクトリーノの死角に回り込みやがった。すげえ。さあ、再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスを柔らかなボールタッチのテクニックで次々と抜き去っていく。そのビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャン君が接近する。今度はテクニックで勝負だ。好きにすればいい。どの道僕の勝ちは揺るがない。あっと、ビ
ビクトリーノ君、再びジャン君にボールを奪われてしまった。南米のテクニックとはこんなものか。バカな。ピエール。ジャン君、すかさずピエール君にパスだ。行くぞナポレオン、エッフェル攻撃だ。おう。これはピエール君とナポレオン君の素早いパス交換。ウルグアイ守備陣をあっという間に抜き去っていく。ピエール、ここは譲ってやる、決めてやれ。行くぞ。決まった。フランス電光石火の追加点、決めたのはキャプテンのピエール君だ。あの二人のコンビネーション、まるで翼と岬だぜ。うん、ナポレオンはシュートに目が行きがちだけど、実はパスもすごくうまいんだ。それにしてもピエールにあんなシュートがあったなんて。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。あれは多分ドライブシュートに近いテクニックだよ。ドライブシュートは回転をかけながら上に上げることを意識して打つんだけど、あのシュートは回転をかけながら前に押し出すようにして打っているんだと思う。なるほど、ドライブシュートの応用なんだね。ここで試合終了の笛が鳴りました。フランス、ウルグアイを圧倒的な内容で一周、ベスト4進出を決めました。この試合、特にジャン君の存在が光りました。大会屈指のフォワード、ビクトリーノ君に全く仕事をさせない完璧なディフェンスでウルグアイを完封。今大会、無失点のフランスの守備を取り仕切る、まさにフランスの盾とも呼ぶべき選手です。次はフランスか。分かってはいたけど、強敵だね。どこが来ようと関係ねえ、ただ勝つだけだ。ピエール、僕は負けない。そのために早くあのドリブルを完成させなきゃ。美咲、次はいよいよ君との対決だ。楽勝楽勝、あくびが出るくらいだぜ。なあピエール。しかしキャプテン、スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが、本当に良かったのか。構わんさ、これまでの俺たちだったら確かに温存すべき技だったかもしれないが、今の俺たちにはあれがあるからな。そうか、そうだな。俺の世界一まであと2つか。やってやるぜ。どうぞ。翼に岬じゃないか。こんな時間に一体どうした。ロベルトがこのスタジアムに来てるんです。片桐さんはこちらでもいろんな人と会っているし、それで何か知っているんじゃないかと思って。翼、どこでそれを知ったんだ。実は。なるほど、そういうことか。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督と知り合いだったとはな。そんなところから漏れるとは思わなかったよ。じゃあディアスが言っていたことは本当なんですね。ああ、本当だ。ならばどうして俺に教えてくれなかったんですか。翼くん、落ち着いて。それについては私も悩んだ。だがロベルトさんから頼まれたんだ。自分のことは翼に言わないでほしいと。そんな、どうして。それはロベルトが
そんなことを。ロベルトさんも悩んだ末の苦渋の決断だったんだ。そのことは辛いだろうが分かってあげてほしい。それで今ロベルトさんは？まだこの島のどこかの施設にはいるはずだ。だが監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の親善大会に招かれていて、今晩遅くに立つと言っていた。今晩ですか？ああ、翼くん、今ならまだ会いに行けるかも。ロベルトに会いに？翼くん、俺今は会いに行けないよ。どうして？あんなに会いたがっていたのに。そりゃ本当は会いたいよ。でも今俺はこの代表のキャプテンだ。一人勝手な行動は取れないよ。翼、それに何よりもロベルトはサッカーをやめたわけじゃないって分かったから。だから俺もずっとサッカーを続けていけばきっとまたどこかで会える、そんな気がするんだ。翼くん。うん、そうだね。翼、お前は心の底からキャプテンなんだな。待っていてくれ。私が必ず。ヘルナンデスが出場するって？指を骨折してるって話なのに。それでも痛み止めを打ってテーピングでガチガチに固めればパンチングぐらいはできないことはないけど、一本シュートを止めるごとにとんでもないダメージがたまるぜ。そこまでして試合に出るっていうのか？それだけチームに欠かせないキャプテンってことなんだろう。特にあのルチアーノがヘルナンデス以外の選手の言うことを聞くとは思えないからな。さあ、開始から攻めるブラジル。カルロス君が早くもシュートレンジに入った。ヘルナンデス君ナイスセーブ。骨折した右腕でカルロス君の強烈なシュートを防ぎました。カルロス、惜しかったな。あれでいいんだ。え？やつの右腕を砕いて交代させる。それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。さあ、イタリアの反撃。ルチアーノ君がブラジル陣内に切り込んでいく。出た！ここでルチアーノ君の必殺シュート。あっと、ケイジーニョ君、このシュートをがっちりとキャッチ。なんという反応の速さと軽やかなセービングだ。何？俺のシュート？君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーがファンタジスタだと？そうだよ。何かいけない？と話してる場合じゃないね。ほら、アルベルト。行くぞ、レオ。あ、ボールを受けたリベロのアルベルト君、レオ君と共に前線へ上がる。くらえ！アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか！ヘルナ
ランデス君、これも防いだ。だがこぼれ玉がカルロス君の前に。くそ、とどめだ。ついに決まった。カルロス君のシュートがヘルナンデス君の黄金の右腕を攻略した。あーっと、ヘルナンデス君、その右拳を抑え込んだまま動けない。今のシュートで大きなダメージを負ったのか。くそ、この右腕が万全ならば。どうやらヘルナンデス君、ここで交代のようです。いかに実力者とはいえ、やはり怪我を負っていてはさすがに限界でしょう。みんな、これでイタリアの戦力は大きくダウンした。だからといって気を抜かず、持てる力を目いっぱい発揮しろ。いいな。ああ、ここで試合終了。ブラジル、イタリアを大差で下しベスト4に進出。守りの堅いイタリアといえど、控えのゴールキーパーではカルロス君やアルベルト君のシュートの相手はあまりに荷が重すぎました。そして一人攻撃を任されたルチアーノ君も、ヘルナンデス君が去った後は動きに精彩を欠き、後半に途中交代。一方ブラジルは要所でキャプテンのアルベルト君が激を飛ばし、ようやくチームがまとまってきた様子。これで準決勝のブラジルが楽しみになってきました。ブラジルが勝ったか。まあヘルナンデスが途中交代しちゃうな。案の定ルチアーノもそこでやる気をなくしたみたいだしな。それにしてもヘルナンデスのあの意地は立派だぜ。拳が砕けてもゴールを守る根性か。翼くんから見て今日のブラジルはどう？カルロスは相変わらずすごかったし、チームも少しずつだけどまとまってきたみたいだ。やっぱり彼らは決勝にピークを持っていくように調整してるのかなって思った。僕たちにそんな余裕はないけど、確かに強豪国というのはそういうコンディション作りをするっていうね。つまり本気の本気になったブラジルが見られるのは決勝戦ってことか。その本気のブラジルと戦うには俺たちも決勝戦に行かなきゃいけない。よし、やるぞ。どうした翼、いきなり大声出して。あ、ごめん。やっぱこの試合もドイツの方が有利なのかな。アメリカも強いらしいが、さすがにドイツの方が強いだろうな。なあ、アメリカベンチ見て思ったんだけどよ、アメリカって10番がいないのな。そういや、俺たちとの試合にも10番の選手って出てなかったな。10番の選手も登録はされているが、何でもコンディションが良くないとかで、この大会まだベンチ入りもしていないようだ。なんかかわいそうだな。自分の国での大会なんだし、楽しみにしてただろうにな。うん、試合に出たくても出られないのは辛いものだよ。そう考えればハイネはよくこの大会に間に合ったもんだ。俺たちハンブルクとの試合で怪我をした時の様子だと、とても間に合いそうになかったけどな。私がドイツの知り合いに聞いたところ、彼はアメリカに渡って最先端の医療技術で治療していたようだ。アメリカの医療は進んでるって言いますからね。そのハイネが中盤を抑えたら、この試合ドイツが完勝するぜ。さあ、この試合もドイツの中盤を仕切るハイネ君、得意のドリブルで切れ込んでいく。
さあさあ観客のみんな、俺のワンマンショーの始まりだよ。今日もハイネ君のドリブルは好調だ。アメリカの屈強な体格の選手を次々と抜き去っていく。無駄無駄、君らのレベルで俺に勝とうなんて100年早いっての。くそ、バカにしやがって。みんな行け。おいブレイク、勝手な指示出すな。そうやってすぐに頭に血を昇らせるのは頭の悪い証拠だよっと。あとハイネ君、アメリカの選手が自分に群がってきた中スルーパスを通す。そしてフリーになったシュナイダー君にボールが渡った。シュナイダー君、エリア内に入ってアズワン君と1対1だ。くそ、アズワン君たまらず飛び出す。もらった。ドイツ先制点。やはり決めたのはエースシュナイダー君。ゲームメーカーハイネ君とのホットラインは今大会ドイツの大きな武器になっています。シュナイダー、あのアズワンからあっさり点を取りやがった。シュナイダーにあの距離まで詰められたらどんなゴールキーパーだって防ぐことはできないさ。さあ先制点を奪われたアメリカ、反撃に移る。お前ら俺にパスを持ってこい。すぐにブレイクシュートで決めてやるぜ。ドイツゴール前に走るブレイク君、そこに向けてパスが出る。なに、しかしこのパスは通らない。ボランチのシェスター君がしっかりとカットした。そんな単純な手が俺に通じるものか。カルツ、シェスター君、間髪を入れずカルツ君にパス。おいよ、ここは行かせてもらうぜ。そいつを止め、いやハイデのマークにつけ。ドイツの中心はそいつだ。アメリカ、ブレイク君の指示でハイネ君にマークがつく。行くぜハイネ。あっとカルツ君、これはパスミスか。ボールはハイネ君にではなくアラル方に飛んでいく。飛んだ下手じゃ。嘘だろ。いや、これはパスミスではない。ボールの落下点にマーガス君が走り込む。俺を忘れちゃ困るぜ。てめえのヘディングごとき俺が止めてやるぜ。行くぜシュナイダー。何？マーガス君、シュートにはいかない。ヘディングで横に振る。そしてそこにマークを外したシュナイダー君が走り込む。ナイスマーガス。決まった。シュナイダー君、今日2点目のゴールをゲット。シュナイダー、ナイスシュート。マーガスのパスが良かったからさ。それにハイネにマークが言ってくれたおかげで俺への注意が少しそれてたからな。さすが仕事師カルツさん、声でまで相手を引っ掛けに行きますか。まあな、使えるものは使わねえとな。ほんと、そういうこすいことさせたら間違いなく世界一ですよね。冗談ですって。もう、うちのドレスデンが最終的にやられたのもカルツさんのパスコースが読めなかったからなんですから。試合終了。ドイツ全く危なげなくアメリカを破りベスト4進出。ハイネ君が中盤を制し、シュナイダー君、マーガス君が攻め、シェスター君、カルツ君が反撃を止める。ドイツにとっては理想的な展開の試合でした。そして勝ったドイツの次の相手は
先ほどの試合で勝ったブラジル、今大会の優勝候補同士が激突する注目のカードとなりました。おい、アザ、てめえ何点取られら気が済むんだ。はあ、てめえの指示がヘボだからあんなにパスカットされるんだろうが。大体そっちこそフォワードの仕事してねえじゃねえか。ブレイクシュートが効いて呆れるぜ。何？やめだ。ああ、こんな試合怒る価値もない。アメリカの選手たちなんかふてくされてるぜ。あれだけボロボロにされるとな、やる気もなくすってもんだろ。自力の差もあるんだろうけど、アメリカはあれだけ指示が混乱するとね、どうしようもないよ。司令塔ってやっぱり大事ですね。それもあるだろうけどよ、そもそものテクニックのレベルが違ったんじゃねえか。体の大きさはアメリカの方が上回ってたけど、それを生かす技がなければ何にもなりませんよね。別に否定はしないけどさ、それ言われると俺みたいに体が小さいやつはどうすりゃいいんだってことになるんだよな。佐野、何も体の大きさだけが全てではないたい。お前や立花兄弟の身の軽さは体が小さければこそたい。地頭さん、もちろん身の軽さの上に強い筋肉がつけばもうそれは鬼に金棒たい。というわけで今日はわしの筋トレに付き合うたい。勘弁してください。地頭さんと同じメニューやったら俺潰れますって。そういうちょっとした無茶が真に強いフィジカルを生むんじゃがの。佐野さんっていろいろ大変な人なんだな。これで次はブラジルとドイツの勝負か。複雑だね、二人とも。いや別に。よし、よっしゃ、よっしゃ。くそ、よし。お前に出会えたことに。おう、頑張ろう。ああ、ほう、いいだろう。おい、ああ、よし、頼むぞ。よやるな。
うん、お前も頑張ろうぜ。いや、ああ、うん、よし、はい、よし、よし、はい、いいぞ、はい、はい、あ、よし、頼むぞ、はい。